始まるよ。パパ。はい。あのさ、パパの似合う服さ、ぐしゃぐしゃじゃない？パパのミニオンぐしゃぐしゃ、うん、一生懸命描いたんやけど、ちょっとだけはかっこいいけど、かっこいい、うん、ちょっとだけでは、ほんまに、うん、裏から描いてみてんけど、なんかちょっと汚くなったけど、まあ、うん、思い出やからいいや、思い出、うん、一生懸命描いたから。そっか、うん、じゃあそれではスタートしましょうか。 The World！ おお、久しぶり。こんちくわ。今日は何ですか？おもちゃラボ四駆の5ヶ月目。を作ったのを紹介していきましょうか。うん、じゃあそれでは、じゃあそうくんの方からいきましょう。はい、そうくんのやつ紹介お願いします。どこをどうしたんですか、今月は？この辺でローラーやろ。ローラーの辺しか書いてくせー。で、あとモーターやろ。うん、モーター。モーターライトダッシュつける言うとったやんか。あ、つけるって言ってたね。うん、今回は見ていい？うん、うん、そうくんはローラープラリングにしてんな。プラリング、うん、プラリングとライトダッシュモーターにしただけで、6ヶ月目が終わってから戦いに行こう、パパと。はい、次はパパの方やね。で、パパはじゃあどこを改造したんかっていうか、まず何を使ったんかっていうのしょ、これです。ドド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 もう普通のプラスチックのローラー、低摩擦ローラーっていうのかな、これを前と後ろ、うん、前と後ろにつけました。で、あと、スタビ、湯飲みスタビを、前につけて、で、あとどこやったか、あとはこれね、ここ下、そう、提灯がパーンって叩くように、こうなんて言わせたけど、まあ、これをつけて、これをつけて叩くようにして、重りも買ったから重りをつけてっていう感じですね。はい。で、でこれもちょっと改造しました。ちょっとこれギミック自体が後ろに出とったから、前に入れるために、この後ろにこれつけて、このこれもう今ちょっと分からへん、画像ここ載ってるから、これ画像ここ載ってるから、これをつけて、1個余って、ここにつけたやつが1個余ってるから、これをつけて前にここにこれして、これちょっとこうして、こうグッてずらした感じで感じです。で、この絵は結構頑張って描いたんですけど、こうなりました。パパはよくいいと思います。そうくんはいいと思う。思う。はい、ボディを外して、とりあえずギミックを作っていきたいと思います。まずはここのサイドにマウンテンプレートつけて、でこれを叩くようにつけたいと思います。で、その後に、今回買った重りをここにつけたいと思います。はい、これですね。マウンテンプレートじゃない、マウントプレート。これからいきます。これですね、1枚は置いときます。こういうのが2個できました。こういうような感じ、こんな感じですね。で、まず重りつけます。これね、これちっちゃいの、で、これがついてくるから、これつけときます。はい、こんな感じにつけました。はい、じゃあそうくん、これでおもちゃラボ4区5ヶ月目終了です。ちょっと待って。何？パパさ、うん、なんて、うん、なん
か映ってないのになんでお面してるの？お面、うん、ハロウィンやから。かぶる？かぶる。いいよ、待って、かぶったやつ、かぶったやつ、あのどんな感じかやってみる。え、そうくんかぶる？かぶる。オッケー、ちょっと待ってよ、もう一回ストップするわ。そうくんどう？パパ、何？口らへんめっちゃ濡れてるんだけど。濡れてる？そんなこと言わんといて。うん。じゃあ待って待って、そうくん、そのままじゃあ挨拶しましょうか。わかった。はい、じゃあ最後の挨拶お願いします。グッドボタン、チャンネルボタン押したら嬉しいと思います。バイバイ。怖っ。